ございます。小村です。京都は曇り空です。今日休みなんですが、朝からクリニックの予約を入れていて、今初めて行くとこなのでちょっと場所を探しながら歩いてるんですけれど、これまで病院とかはなんていうか大阪の地元帰った時にちょっと時間作って行ったりしてたんですけど、それも面倒なんで近くで、ね、住むんだったら済ませようというので、ちょっとずつこう京都に根を下ろしつつあります。病院が終わってから市場通り沿いに歩きながら銀行とか寄って水道代払ったりなんかいろいろ寄り道しながら今鴨川のあたりまで、来ております。建物さ、なんか特に気に留めなかったけど結構すごいよね。古いお城みたい。これ中華屋さんっていう、中華料理食べれるらしいんですけど、おいくら万円ぐらいするんでしょうね。鴨川こんな感じ。風が吹いてて涼しいです。今八坂神社のあたりからちょっとだけ緩やかな坂を登って清水寺方面に歩いて行ってます。結構修学旅行かなっていう学生さんがいっぱいいてちょっとびっくりで、そこにも咲いてる金木犀がいろんなところでいい匂いを漂わせております。なんかこの匂い嗅いで、あ、日本帰ってきたって思う。なんか紅葉とかの季節はまだもうちょっと先だけど、なんかこの匂いが忘れてた日本って感じ。あれホテルやって、ラグジュアリーホテル、そうは。この建物もこれホテルのレストランかな。私京都に引っ越してきてからすごい思うんですけど、なんかね、京都市の広告でこういう、これだけじゃない、いろんな種類がある、なんかお風呂に入りたまえみたいなのが結構あって、これどういう広告なんやろうなと思うんですけど、もっと水を使えってことなのかなとか、地下鉄とかにもあって見るたびにちょっと考えてしまいます。もうなかなかオールドな雰囲気ある通りを通ってもうちょっと北の方行きます。今こちら五穀神社というところの入り口に来てるんですけど、マップを今見てましてね、ここ現在地でしょ、で取りくぐってこう上の方行くとなかなかすごい光景なんですよ。これ幕末の重要人物のお墓がこの、すごくない？で、こっち嫌がらずこっち行くと清水寺。霊山観音って看板出てきて大きい。して坂の上もうすぐ。なかなかきついですけど、もうちょっとです、普段平らなところばっかり歩いてるんで、たまにはね、こうマッスルをね、マッスルを刺激してあげないとね。お腹空いてきた。あ、鍋焼きうどん美味しそう。こういうの見てるとなんかうどん食べたくなってきたな。ということで山を下ってスーパーに途中寄ってうどんでも買って帰ることにします。あれから業務スーパーに寄って買い物して帰ってきました。ピザトーストみたいなの作ろうと思ったのにチーズを乗せて焼くのを忘れてしまって、後掛けスタイルでございます。で、あとは冷蔵庫にあったロメインレタスをちぎってポン酢かけたやつと、あとこのちょろんと残った人参しりしり、これを食べます。帰ってくるとパンのいい匂い。今手にストッキングを掴んでますけど、今食べてる間に実はマンションの共用部分にある洗濯機でね、洗濯回してて、でそれがちょうど終わったんで、さっき上の乾燥機にぶっ込んできたんですけど、ちょっとストッキングはあれかなと思って湿ったまま持ってきたんですけど、これね、
サブリナっていうストッキング今気に入ってていいですよ。あのね、安いストッキングお前は買ってたんですけど、なんか安いやつここの股の部分からなんかすごいビヨーンって履いてる最中からなんかずってきて、なんて言ったらいいんですか、すごい太もものあたり気持ち悪くなったりとかさ、もう1回2回履いただけで破れちゃったりとかするんだけど、これ洗濯機ブンブン回してももうまだ綺麗、ね、なんかそこがこう擦り切れるまで履いてますけど、なかなかコスパ最強。これを、うん、でデザートにさっき買った八つ橋を食べようと思います。コーヒーを入れます。丁寧に入れたインスタントコーヒー、熱すぎて飲もうと思っても置いとくでしょ、で忘れるパターン。はい、さっき買った生八つ橋ゆうこミルキーとのコラボ商品、こんなんあるの知らんかったわ。食べよう、ちょっとハサミだけようかな。結構ね、あのお店行った時にいた修学旅行生っぽい男の子たちもいっぱい買ってた。はい、真っ白です。このまま行っちゃおうかな、っていうかマスクつけたままだったぽい。はい、じゃあいただきます。粉が落ちないように。ミルキーの味本当にミルキーの、うん、最初ハムってした瞬間にあのミルキーのキャンディーの香りが広がるというか、うん、懐かしい感じがした。うん、なんだろうね、ミルクの味っていうかミルキーの味、すごい、ね、でもあんは豆、インゲン豆、なんかあとはいろんなものが入っています。気になる方はお試しあれ。今度実家帰るときにまたちょっと買っていってみようかな。まだ暑いですね。はい、じゃあ今日はここまでにします。皆さんまた次回、さようなら。